運命にもてあそばれるような、女性の心を描かせれば天下一品です。今日も西南の駅にまつわる悲恋ものでございます。それでは葵若葉さん、お楽しみいただきましょう。曲師は玉川美代子さんで、今日の出し物は恋のたばる坂です。若いだろう。クソチンがこんなボロボロ格好はしておらん。ここは殺軍第一大隊三番小隊の保証線じゃ。
それではお願いがあります。三宅伝八郎さんに会わせてください。三宅は篠原大隊長付きの連隊じゃが、一体何の用じゃ。会えばわかる。貴様、ここは戦場だぞ。おはん、泣いとるのか。おはんは男じゃないな。おなごじゃろ。困ったなあ、こげんところにおなごが。おい、どうした三馬小隊。はっ、篠原先生、実はこの男、いや、おなごかもしれません。三宅伝八郎に会わせてくれと泣き申して困っております。何、おなごかもしれんというのか。はっ、男の名にはしておりますが、敵の患者ではないでしょうか。いいえ、違います。私は三宅伝八郎さんを訪ねてきたものです。こら、いい加減にせんか。まあそうしかんな。よし、この人はわしが預かっていこう。誰か適当なものをつけて戦線の外へ出て行ってもらうことにする。見張りをしっかり頼む。はあ、応援団の戦線に何を迷いのはぐれ通り。男のなりはしておれど、まだ17か18のか弱い足の小娘が、山坂越えてただ一人、たどる思いを誰が知ろう。空には星の影暗く、赤か燃ゆるかがり火の映す黒髪や赤い唇に酔うような乙女かわいいや。三宅伝八郎であります。お呼びでありますか。お、三宅、わしの部屋に敵の患者らしいものを閉じ込めてやる。わしは前線を見回って帰ってくるまで見張っといてくれんか。は、しかし一体それは何者でありますか。見ればわかる。逃がさんようにしておけばよかとじゃ。わしは行ってくる。はっ。伝八郎様。患者のくせに多いがな。あんたは篠です。お篠さん、どうしてこんなところに。会いたくて、あなたに会いたくて来ました。お篠さん。伝八郎様。思い
二度と会えないその人今目の前に見ようとは夢か夢ではあるそんなわけにはいきもさん戦には女子供足手まといだいちこの三宅伝八郎がめめしいやつだと人に笑われすぐ国へ帰ってください。嫌です。私は相良には戻ります。なぜです。なぜそんなわからんこと言うのだ。戦が終わったら私が迎えに行く。私は国へ帰ったらお嫁に行かねばならないのです。相手は誰なのだ。私からあんたを奪おうとするのは島本正之助さん。そうです。鹿児島志学校であなた方と一緒に勉強なされた島本さんです。あなた方が西郷先生の軍に加わって国を出た後、あの人は相良に戻って村長の家を継ぎ私を嫁に望まれたのです。断ればいいのだ。あんな裏切り者。西郷先生ばかりか。我々友人をも見捨てたやつだ。島本家は元相良藩の家老職、私の家のお主筋に当たるのです。うちの両親はご一身の後まで島本家の世話を受け、その義理ゆえに私を嫁に望まれたら断りきれないのです。父と母の心の中を察して私は無断で家を出てきました。伝八郎様、私に行くところはありません。 敵の弾よしややいばに伏せばとて決して嘆きはいたしませぬ。弱い女が命がけ強くなるのも その折に
慌ただしくも駆け来たる三番小隊保証兵やいん未成じて陣代の抜刀隊の来襲じゃ応援隊を頼むぞよ聞くより三宅伝 別府村田領隊に連れて行くが篠原先生からこの女を見張ってると命令されておるから俺の代わりに君が見張っておいてくれ。やっぱりこの人は王女だったか。おい敵の患者だな。違う。いやいやいや弱ったな。俺の幼なじみだ。こんちしょう。自分の幼なじみを人に見張っておれとはなにごとや。なっちゃらんなっちゃらん。頭抱えて逃げ出した篠原国艦隊長も情けも計らいその世からお篠は戦地にとどまって断層りりし 玉運び傷の手当てや炊事の仕事海外宿も立ち働けば主婦三たる戦場に花一輪の先によ 薩摩隼人の若者胸にほのかな夢も湧く雨は降る降る陣場は濡れる 攻めるも守るもただ必死いつかなぬかと日が経って白羽のつばぜり合い勝敗全く五分と五分確定3月14日抜刀隊を先頭に粛々として迫りきた。知る 帰った闇の底不気味な殺気がみなぎって金箔の度が加われば銀の炙身に紫たずんだ光眼輝く赤武者 先生。 お呼びでありますか。三宅敵の装甲撃も間近のようじゃ今なれば大丈夫である。お前はお篠さん御馬に乗せて都城へ行け。先生それは一体何のことでありますか。既に決戦の始まろうという時に戦列を離れるとおっしゃるのですか。そうだ、 今日守り切ったとしても明日は危ない。お前たちはここで死んではならん。先生。
お言葉返しをしますが、絶対にお断りします。いかん。三宅、残念ながら大勢はすでに消したようじゃ。おいどんがここ死守しようというのは、ただ薩摩の武士の意地を立てるだけのことじゃ。思えばその意地一つにかけて、俺は何千何百の子弟を殺してしまった。違います。それでは西郷先生のために命を捧げた者がみんな犬死になります。その犬死にを三宅、お前にはさせられん。お前は生き残って生涯幸せに暮らしてくれ。そしてみんなの冥福を祈ってやって先生、今先生を失ったら我々西郷軍はどうなりますか。西郷先生は天下の英雄、我が日本にとってかけがえのない人じゃ。その人をむざむざと葬るようなことにした大責任はこの篠原にある。そのお詫びのためにも俺はここ死に場所にしたいのだ。先生、それでは先生は。お城さん、女の身でよく尽くしてくれた。あんたのその真心に対するわしの礼は、あんたと三宅を添わせることじゃ。三宅、はい、行け。お城さんを馬に乗せて都の城へ行くのだ。俺についてくることはならんぞよと篠原は振り切って出て行った。シロ、先生を殺しちゃならんぞ。お前はどこまでも先生についていけ。はい、そうしてあなたはシロ、国の鹿児島を出る時から覚悟はできている。二度と会えまいと思ったお主にも言葉を交わした。お主も三宅伝八郎が妻なら、夫の死に際よく見ておけよ。三三九堂の杯はあの世とやらで交わそうと手と手を結べば気がかよう。
시그레. 우리시모 사또이진노 風もろ 共に切り晴れて朝日に鈴木がなびく顎とくいでやぜん突撃と完成あげて殺到すれば銀の作りの財とかざして篠原国家が一歩も引かぬむしゃぶりはさすが薩摩の権の者その傍らにけなげにも付き添う大和撫子のおしのの姿が乱戦の中にいつしか消えてゆく花の若武者伝八郎の血刀狂っておしのの後追ってちれゆ嘆きの墓所今は年降り待つ風の音のみ寂しいたわる坂 하바르